ジェリーライス、ジェリーライス、ジェリーリーライス、1962年10月13日体は、アメリカ合衆国ミシシッピ州、スタークビル出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のサンフランシスコ 49ers ナナで3度のスーパーボールに優勝し、その後オークランドレーダーズ、シアトルシーホークスでプレーした。ポジションは、ワイドレシーバー。高校卒業時には、 NCAA Division IA の大学からはリクルートされずにミシシッピバレー州立大学からの未奨学金付きのオファーがあった。ここで彼は頭角を表し、18の NCAA Division E 新記録を打ち立てた。大学4年時には1試合平均して 2td 以上を記録し、当時のミシシッピバレー州立大学は11試合で628点を記録。補給できないボールは 地球上にはないという意味で、ワールドというニックネームで呼ばれた。しかし彼は40ヤード層で4.71の記録しか持っておらず NFL 入りする際に注目したスカウトは、ホティナイナーズとダラスカウボーイズだけであった。彼の自助伝によればドラフト前に接触してきたのは、他にグリーンベイパッカーズ、サンディエゴチャージャーズ、インディアナポリスコルツであったという。1984年シーズンに、 サンフランシスコフォーティナイナーズは第16回スーパーボールで優勝したためドラフトでの指名順位は最後でカウボーイズが7番目であった。フォーティナイナーズはライスを指名するために複数のドラフト上位指名権をニューイングランドペートリオッツと交換してカウボーイズが指名する前に獲得することに成功し、ライスは同じ年、短命に終わったユスフルからも全体1位指名を得た。 彼は1985年のルーキーシーズンから頭角を表し、12月に行われたロサンゼルスラムズとの試合では10回のキャッチで241ヤードを獲得した。シーズン終了までに49キャッチ、927ヤード、平均18.9ヤードを獲得し NFC のオフェンシブルーキーオブザイヤーに選ばれた。翌1986年は86キャッチで、 リーグトップの1570ヤード、15タッチダウンを上げた。このシーズンから6年連続彼は、レシーブヤード、TD レシーブで、リーグトップの成績を残した。1987年には、ストライキの影響で12試合しか出場しなかったにも、かかわらず22タッチダウンのリーグ記録を作った。1988年に64キャッチ、1306ヤード獲得で、 自己ベストの平均20.4ヤードをマーク9タッチダウンを上げた。チームは10勝6敗で NFC 西地区優勝を果たし、シカゴベアーズとの NFC チャンピオンシップゲームで彼は5キャッチ123ヤード獲得しに TD を上げた。そしてシンシナティベンガルズとの第23回スーパーボールで彼は11キャッチで215ヤード。 獲得、1タッチダウンを上げて MVP に選ばれた。このポストシーズンに彼は409ヤードを獲得し、20シーズン後に、ラリー・フィッツ・ジェラルドに更新されるまで、NFL 記録を保持した。1989年には84キャッチで1483ヤードを獲得し 17TD を上げた。プレーオフに入っても二試合で十二キャッチ、六十九ヤード、に t d を上げ、 デンバーブロンコスとの第24回スーパーボウルでは、7キャッチで148ヤードを獲得し、スーパーボウル記録となる3タッチダウンを上げた。1990年には100キャッチで1502ヤードを獲得し 13TD を上げた。アトランタファルコンズ戦では、自己ベストの1試合 5TD の記録も作った。チームは14勝2敗の成績を残し、 スーパーボール3連覇を目指したが、ニューヨークジャイアンツに13から15と破れシーズンを終えた。1991年に80キャッチ、1206ヤード、14、TD。1992年に84キャッチ、1201ヤード、10、TD。1993年に98キャッチ、1503ヤード、15、TD の成績を残した後、 1994年に自己ベストの112キャッチ、1499ヤード、13TD の成績を挙げ、ライスは再びスーパーボールへの出場を果たした。このシーズンの開幕戦のロサンゼルスレーダーズとのマンデーナイフットボールで 2TD を挙げた。彼は通算127タッチダウンとなり NFL 記録を更新した。プレーオフ試合ではわずか6キャッチにまったが、 サンディーゴチャージャーズとの第29回スーパーボーでは10キャッチで149ヤードを獲得し3タッチダウンを上げてチームは49から26で勝利し自身3回目の優勝を経験した1995年には自己ベストの122キャッチで1848ヤードの NFL 記録を受立15タッチダウンを上げたディビジョナルプレオフの グリーンベイパッカーズ戦で彼は11キャッチ、117ヤードを獲得する活躍を見せたがチームは敗れた。この年通算レシーブ回数、レシーブ獲得ヤードで NFL 史上1位になった。1996年にリーグトップの108キャッチで1254ヤード、8タッチダウンを上げてチームはワイルドカードでプレーオフに出場を果たしたがまたしてもパッカーズに、 破れた。1997年の開幕戦、タンパベバッカニアーズ戦で、ウォーレンサップにフェイスマスクを使まれたまま叩きつけられて、膝の十字じ帯を断裂した。この負傷で、彼の連続試合出場は189でストップした。医師の診断より早く14週間後に彼は、試合に復帰して、タッチダウンを上げたがその時に、また室外骨を骨折してしまった。 プロボール連続出場も11年でストップしたが、1998年、彼は復活し82キャッチで1157ヤードを獲得、QTD で12回目のプロボール出場を果たした。2001年に彼は、オークランドレーダーズに移籍し83キャッチ、1139ヤード、QTD の成績を挙げた。2002年には92キャッチ、1211ヤード、 7td と前年より優れた成績を残し13回目のプロボール選出された。レーダーズはこの年、第37回スーパーボールへの出場を果たし、ライスも5回で77ヤードを稼ぎ1タッチダウンを上げたが21から48で敗れた。この試合で彼は4回のスーパーボールで td パスをキャッチした最初の選手となった。その後、レーダーズの成績は、 スーパーボールに出場した年の十一勝五敗から二千三年には四勝十二敗、2 0 0年には5勝11敗に終わった。ライスは二千四年に四試合レーダーズでプレーした後、シアトルシーホークスに移籍、永久欠番となっていたスティーブ・ラージェントの背番号八十を特別に許可れた。チームはセントルイスラムズに敗れシーズンを終え、二千五年にデンバーブロンコスのキャンプに参加したが、 シーズン開幕前に引退を表明した。2006年8月19日に、フォーティナイナーズがライスをナイナーズの選手として引退させるために1日契約を結ぶことを公表し、8月24日にライスは契約の上引退した。2006年11月19日のナイナーズとシーホークスの試合におけるハーフタイムに引退セレモニーが行われた。 彼は20年間のキャリアを終えて引退した時多くの NFL 記録を残しており、1549、キャッチは2位のクリス・カーターより448回、多く22895ヤードはレーダーズで、チームメイトだったティム・ブーンより7961ヤード、多く197タッチダウンレシーブは、ナイナーズでチームメイトだったテレル・オーエンスより65、タッチダウン多く、 トータルタッチダウン208は、エミット・スミスより33回勝った。また出場試合数303は、ワイドレシーバーとしては、最多となった。2010年2月6日、エミット・スミス、ラス・グリム、ディックル・ボー、フロイド・リトル、ジョン・ランドル、リッキー・ジャクソンと共にプロフットボール連動入りすることが発表された。49アーズ時代のジョー・モンタナとのホットラインは、 神との契約と評された。モンタナの後、先発 QB となったスティーブ・ヤングとの間にもホットラインが形成された。デニス・グリーンによれば、私が見てきた中で最良のルートランナーであり、WR としては、ブロックの最も優れが一人と言える。ライスほど完璧な WR はいないだろう。と言っている。1999年に、 スポーティングニュースによって100人の偉大なアメリカンフットボール選手が選ばれた際にジム・ブラウンに次いで2位に選ばれている。この当時の他の現役選手で最も評価の高かった選手はディオン・サンダースの35位であった。2010年に NFL ネットワークで放送、発表された最も偉大な100人の NFL プレイヤーにて第1位に選出された。 なおファン投票においても大事に選出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。